イスラエル・アデサンヤは、ニュージーランドとナイジェリアの男性総合格闘家、元キックボクサー、元ボクサー、ラゴス州ラゴス出身、ニュージーランド在住、シティキックボクシング所属、現 UFC 世界ミドル級王者、UFC パウンド4、パウンドランキング3位、イスラエル・アデザニアとも表記される、ナイジェリアのラゴスで様々な事業を営む、 実業家で会計士の父親と看護師の母親の裕福な家庭に5人兄弟の長男として生まれた。幼少期から手のつけられない子供で8歳の時にテコンドーを習うも家の中で暴れ回るため母親に止めさせられた。子供たちに良い教育を受けさせたいという両親の方針からガーナに10ヶ月間滞在した後12歳の時にニュージーランドのロトルアに移住した。 高校時代は肌の色が黒いという理由からいじめを受け、その出来事が格闘家になる大きなきっかけになったと語っている。映画、マッハ、ジャッキー・チェン、アンデウソン・シウバに影響を受け、18歳からムエタイを、はじめ、21歳からオークランドに移り、シティキックボクシングでトレーニングを積んだ。2008年、アマチュアキックボクシングでデビュー、32戦全勝の戦績で、 プロへ転向。2011年、プロキックボクシングデビュー。中国のキックボクシングシーンで頭角を表すと、グローリーにも参戦し、通算81戦75勝という戦績を残した。2014年11月、プロボクシングデビュー。2015年3月にワンデートーナメント大会のスーパー8で優勝し2万5000ニュージーランドドルを獲得。11月にも、 同大会で2度目の優勝を果たし、プロボクシングでは通算6戦5勝の戦績を残した。2012年3月、プロ総合格闘家デビュー。メルビン・ギラード等に勝利し、11戦全勝の戦績で UFC と契約した。2018年2月11日、UFC 初参戦となった UFC221 でロブ・ウィルキンソンと対戦し、 スタンドパンチレンダーで2ッキコ勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞し、UFC デビュー戦を白星で飾った。2018年4月14日、UFC オンフォックス29で、マービン・ベッド・オリと対戦し、2から1の判定勝ち。キャリア初の判定決着となった。2018年7月6日、ザ・アルティメット・ファイター27フィナーレで、 ミドル級ランキング8位のブラッドタバレスと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2018年11月3日、UFC230 でミドル級ランキング6位のデレック・ブランソンと対戦。ブランソンのテイクダウンをことごとく防ぎ、タックルに合わせた膝蹴りで、ブランソンをぐらつかせると、打撃でスードダウンを奪い、最後は、左ストレートで1ティコ勝ち。 2試合連続のパフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年2月10日、UFC234 で、元 UFC 世界ミドル級王者、ミドル級ランキング15位のアンデウソン・シューバと対戦し、3から0の判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。試合後には、格闘技を始める前からの憧れの存在であった、シューバに勝利したことに感極まって、涙を見せた。 同大会のメインイベントは、ロバート・ウィテカーとケルビンがステラムの UFC、世界ミドル級タイトルマッチが予定されていたが、ウィテカーが、蝶の腹部ヘルニアで、大会当日に欠場したため、アデザニアとシューバの試合が、メインイベントにスライドされる形となった。UFC 世界王座獲得2019年4月13日、UFC236 の UFC。 世界ミドル級暫定王座決定戦で、ミドル級ランキング4位のケルビンがステーラムと対戦。両者一歩も譲らぬ激しい打撃の応酬を、見せ撃闘を繰り広げると、4R に、左ハイキックを受け追撃のパンチでふらつく場面も、見せたが、5R に壮絶な打ち合いから、ダメージの蓄積したがステラムをサンドダウンさせ、個寸前まで追い詰め、3から0の 5R 判定勝ち。 暫定王座獲得に成功し、2試合連続のファイトオブザナイトを受賞した。また、この試合は、同年の UFC ファイトオブザイヤーを受賞した。2019年10月6日、UFC243 の UFC 世界ミドル級、王座統一戦で、正規王者のロバート・ウィテカーと対戦し、1R 終了直前に、右フックでダウンを奪うと、2R に、 スウェーデ体をのけぞらせた体勢から、右フックと左フックのカウンターを2発連続でヒットさせダウンを奪い、追撃のパウンドで小勝ち。ミドル級王座統一に成功し、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。同大会には57,127人の監修が集まり、2015年11月14日に、同じマーベルスタジアムで開催された。 UFC193 の56,214人を抑えて UFC の最多観客動員記録を更新した。2020年3月7日、UFC248 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチでミドル級ランキング3位の挑戦者ヨエル・ロメロと対戦。5R を通して双方の手数が少ない凡戦となったものの、 的確にローキックをヒットさせ続けたアゲサンヤが3から0の5ある判定勝ちを収め、王座の初防衛に成功した。試合後には消極的な試合だったことをアゲサンヤは、俺はジムで人形をスパーリングパートナーにして戦っていたのだろうと、ローメロは彼は走ってばかりだった。あれはチャンピオンではないと互いに非難しあった。2020年9月27日、 UFC253 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで、ミドル級ランキング2位の挑戦者、パウロ・コスタと対戦。1R から、右ローキックと、左ミドルキックを効かせ、2R に、テンプルへかすめた左フックでダウンを奪いパウンドで、TKO 勝ち。2度目の王座防衛に成功し、パフォーマンスオブ・ザ・ナイトを受賞した。なお、無敗の選手同士が、 タイトルマッチで対戦したのは、男子の試合では2009年の UFC98 で、行われたラシャド・エヴァンス対、両都町代来、UFC 史上2度目となった。2021年3月6日、UFC259 の UFC 世界、ライトヘビー級タイトルマッチで1回球場の、UFC 世界ライトヘビー級王者ンブラホビッチに、挑戦。 1R から 3R にかけてはスタンドで一進一退の攻防を繰り広げたものの 4R と 5R にテイクダウンを奪われるなどポイントに差をつけられ0から3の 5R 判定負けライトヘビー級王座獲得に失敗しキャリア21戦目で初黒星を起死した2021年6月12日 UFC263 の UFC 世界ミドル級タイトルマッチで ミドル級ランキング3位の挑戦者、マービン・ベッドオリと約3年ぶりに再戦。再三にわたって、左ローキックを効かせ、軽時期に下がりつつ、パンチを幾度かヒットさせるなどスタンドの攻防で終始優勢に立ち、テイクダウンを奪われてもスイープですぐに立ち上がるなどベッドオリの持ち味を潰して3から例の 5R 判定勝ち。3度目の大座防衛に成功した。卓越した。 身体能力に加え、ミドル級にしてリーチが2 0 3トルで、身長も1 9 3トルという恵まれた体型を持つ。ボクシングの攻防に優れ、波外れた動体視力と反応速度を駆使したスェイからのカウンター攻撃を得意とする。また、ボクシングの攻防のみならず、蹴り技も得意としており、遠距離と中間距離では長い足を生かした変則的な、 ハイキックやミドルキック、近距離では膝蹴りを繰り出す。さらに、元キックボクサーながら、総合格闘技において優れた適応能力を見せ、テイクダウンディフェンス率は80%を誇る。2014年、父親と共に記念撮影するアデさんや、ありがとうございます。